こんにちはテンバーアカデミ堀秀夫です今日はオーストラリアアマゾンが始まるまでにね、注意すること、それについてお話します。アマゾンセドリで通用しない手法がアマゾン輸出なら通用したということでね、今、まあ、過去にね、まあ、ヤフオクとか日本アマゾンのセドリとか、まあ、アメリカアマゾン始めた時のことをいろいろ振り返って動画を作ったり記事を作ったりして、 ま思い出したんですけど、まあ、そもそもね、日本市場の厳しさ、ね、財布は小さいし品質にうるさいと、納期にもうるさいというのにね、嫌気がさして、アメリカアマゾンで販売したら、まあ、簡単に儲かった。アメリカアマゾン、無在庫の自己発送も OK、セドリも OK、ヤフオク仕入れも OK と、もちろん日本でね、適当に仕入れてアメリカアマゾンに出品するだけで儲かりました。これね、えー 日本アマゾンで売っていて、で、通用しなくなった仕入れ先、ね、えー、ブックオフとか、ね、がもうアメリカアマゾンに輸出するような商品探しとしては、すごいお宝の山になったと。でしかもこの時ね、FBA を積極に使った会員さんは、もうアマゾン輸出開始2ヶ月目で月100万以上利益を上げることができました。 日本国内転売で通用しなくなった方法がアメリカマゼンの輸出にするだけで面白いように稼げたわけですね。で、これと同じかこの時以上の様子でですね、アメリカじゃなくてオーストラリア、アマゾンは稼げる可能性が高いです。それというのもね、アメリカと違って、オーストラリアっていうのはね、ネット通販ってほとんどないと。アメリカっていうのは別にアマゾン以前にもそこそこ 使えるネット通販はいくつもあったわけですね。だいたい大都市圏には店舗も多いと。ね、で、金のあるやつはだいたい大都市に住んでる。オーストラリアだとね、大都市のシドーに住んでいようがメルブロンに住んでいようがね、物がないと、物価は高いと、ネットショップもないという状態です。そんなわけで、まあ、今、最大限の、ねえー、ミッションというか目標は、無事オーストラリアア・アマゾンに参加すること。 だから、今ね、アメリカアマゾンでなかなか、えー、新規のアカウントを作った人は商品がね、出品禁止ばっかりで出せないとか、いろいろ、えー、苦労する人は苦労してます。まあ、普通に見つかる人はね、えー、見つかってるんですけど、まあ、苦労してる人は苦労してるんでね、その時にね、えー、稼げる商品がないんでしょうがないって言って、危ないキャラクター商品とかね、出来の悪い商品は扱っちゃって、 で、アカウント、アメリカアカウントに傷がつけばね、オーストラリアも当然その傷を引きずりますんで、えーまあ、大事をとって、まあ、無理にね、今危ない商品扱わなくても、オーストラリアアマゾンがね、始まれば別に、まあ、全然この差額がないと思ったけど、オーストラリアで売ったら差額だらけですね、ということになりますんでね、あの、無理してアメリカアマゾンの、ね、アカウントを傷つけないようにしてください。だからね、商品どうかなと思ったらね、 相談していいいただくのがいいです、まあ、アメリカアマゾンで儲かる商品は見つからなくてねなんか嫌に、えー、なってきちゃったという場合もねいっそ開き直っても、えー、オーストラリアアマゾンが始まったら何を売ろうというリストを作ってしまうリスト作りにね宣伝するというのも一つの手です今商品がなかなか見つからなくて、えー、月間取引50件いってない場合もう今からね ホリデーシーズン用の商品云んぬって言っても、まあ、厳しいですしそもそもホリセイシーズンね受け取りミスとかそういうのも増えますからね儲かんないわ受け取りミスはあるわだと、まあ、アマゾン嫌になっちゃう可能性があるんでね、えー、もちろん商品が見つかっている方は慎重にするだけでねどんどん売っていただければいいですけどそうじゃなくてねどうしようどうしようと焦ってる場合は焦らなくて大丈夫です えー、オーストラリア,アマゾンが始ままれば、えー、簡単に商品は見つかりますこれはね過去日本アマゾンじゃ稼げなくなった時に US アマゾンにしただけでねもう稼げないと思ってた商品が全然また稼げすごいお宝になったというのがありますしまあそれ以上のね、えー、需要と供給の美味しいギャップがオーストラリアにありますんでまあ何しろ無事、ねえー、参加できるように 無茶しないでください。危険な商品は扱わないでください。というのをね、えー、Amazon、アメリカでは気をつけてください。そんなわけで、また、えー、商品探しとご質問があったらお待ちしてますけど、えー、全然、えー、心配しなくても大丈夫です。アメリカ、ね、Amazon、え、ね、ー、かなり今厳しくなってますけど、まあ、日本人の無在庫出品者がね、ほぼいなくなってますから、まあ、多分ね、ホリデーシーズンそのものも、今年が一番、 厳しいいかなという感じです来年になればね、えー、またアマゾンの方も締め付けすぎてね出品者が、えー、ちょっと減ったかなというのでね、えー、今よりもマシな体制になる可能性が高いんで、まあ、US アマゾンもね今年ホリデーシーズン参加できなくても来年は期待できますしそれより何より、えー、オーストラリアアマゾンが始まればね、えー、アメリカアマゾンの、えー フリーデーシーズンとか、まあ、どうでもいいやというぐらいね、稼げる可能性が高いんで、何しろ、かにしろ、焦らず、アカウントの状態がね、悪くならないように、無茶な商品だけ扱わないようにしてもらえば、特段心配ないです。そんなわけで、オーストラリアアマゾン、いよいよね、来月開始して、そこから、ね、どれぐらいで一般の参加者が参加できるか、まだ通知がないんで分かりませんけど、楽しみにお待ちしましょう。 以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。